未来のラグビー業界全体についての、うんうんうん、プロ化っていうのは非常に大事かなと。これは俺は本当に良くねえなと思ってて、絶対ラグビーっていうのは発展していくと思ってるんですよね。次世代のロック、これって日本のスタイルだなって思った。このプロップスクラム話、これ超熱いよ、はい、これやばい。で、ここからですね、真壁選手の、まだやばいお前仕事人だよ。マカベ選手の個人のね、あのインタビューはもうたくさん聞かせていただいたということで、ここからはですね、やっぱその未来のラグビー業界全体についての語りを少し、それは聞きたいね、真面目な話になるね、聞きたいなということで、このね、いい感じにお酒が入ってるタイミングに、マスターちょっとあの強めでお願いします、はい、強めの、強めのやつにしないと、ね、はい、ラグ来て、はい、俺いるからはい、ということですね、あのお酒も入ってきたところなんですけど、はい、でここから少しこのラグビー業界の未来についてを少し語っていただきたいなということで、今のはこのこれからのラグビー人気ですね、まあ、せっかく、ね、今回人気が出てきたと思ったらまたコロナになって、でまたじゃあ今後の、ね、これからのラグビー人気をどうすんべみたいなというところで、真壁さんの中ではプロ感もね、いろいろお話もあるんで、まあ、その辺もなんか含めて今後のラグビー業界、まあ、日本の行く末をどうしていけばいいっていう、どうしたでしょうか。ちょっとお前それちょっとお前ざっくりしすぎでしょお前。じゃあまずこれからじゃあもっとラグビーがこう日本のラグビー人気を出していくためにはどうすればいいかなっていう、サッカーとか野球とか、まあ、バスケとかっていうに続けラグビーっていうような、 なんか流れを作るにはどうしたらいいのかな。まあ、個人的な考えですけども、まあ、プロ化っていうのは非常に大事かなと思ってるし、でプロをして選手個人個人がなんかチームのファンとかじゃなくて自分のファンを獲得する動きをしていくことが大事かなって思ってるほど、僕はもうそう思ってます。まあ、山の方はやっぱ野球とかサッカーみたいに例えばもうチームがその人のブランディングをして、まあ人の価値を作っていくっていうのはまああるじゃないですか、サッカーで。でもラグビーってまあそうじゃないし、なんならまだ企業が少し入ってきてるんで、なかなかそこに一歩踏み出すことができない人っていうのが多いと思うんですよ。僕だってこうやったらいろんなのに出させてもらってるけど、出るだけで会社がよく思わないことっていっぱいあるんで、うん、そうですね、だからなかなか踏み出さないっていう人がいるかもしれないけど、まあ、プロだったら何年したくないんだから、うん、まあ、プロで自分のファンを獲得するために、まあ、例えばまあオフ会じゃないですけどね、こういうグループを作ったり、うん、そういう活動を個人でやっていく、個人ペースに物事を捉えていくのが大事かなってことです、うん、あ、すいません、あもう以上です。本当にその通り、はい、もうあのだって会社とか国とかなんとかとか協会とかに頼んでるんじゃなくて、やっぱり自分がこういう大好きなラグビーやってるんだからみんな見に来てねとかいうのをちゃんと活動してくださいって以上だもんだって、たまたまそのチーム気に入らなくても、あこの人興味あるからちょっと行ってみたいなっていう人をやっぱたくさん、だから今真壁ちゃんが言った通りで以上なんで次の店行こうっていうもうちょっと掘り下げてもいいですかね。あれね、いや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 、でも本当そうだって、ね、SNS の発信とかねちゃんと、まあ、って思いますね。例えば今回去年ねワールドカップですごく盛り上がったじゃないですか、はい、でもファンの人が見るのって日本代表メンバーだけじゃないですか、でもラグビー界ってもっとコアで面白いやつっていっぱいいるじゃないですか、でもそこにフォーカスすることってチームでも個人でも今ないからあまり知られることもないじゃないですか、なんでそこをもっと自分たちから売り出すことが大事かなと思ってますね。めちゃくちゃ僕らも本当にやっぱ日本にわかだから日本代表しか知らなくて始まったらすっげえ素敵な選手がたくさんいるって、たくさんいるしね、俺今日ちょっと昼間佐野との動画を見返したんだけど、やっぱりたくさんいるじゃん、はい、本当にたくさんいるなと思って、日本代表に選ばれなかったんだけど素敵な人たくさんいるじゃん、はい、だからそういう人たちがなんかもっともっと存在感出してくれると、本当面白くなると思うんだよね。ラグビーは面白い気がする。ラグビーはなんか人間がなんかなんですかね、濃いやつだ、すごいやつ。なんかでも、ね、確かになんか それこそ皆さんからもずっと学生時代のラグビーの話、なんかラグビーっていうスポーツやってる人のなんかちょっと壊れてる感は、なんか、わかります。で、あれしょ、お前最近ビジネスでやっぱりうまくやってる人とかもラグビー、まあ、そうそう、やっぱなんかね、あラグビーやってましたって人はなんかちょっとやっぱなんかちょっとおかしい。なんかね、僕バスケだったんですよ。でサッ
ッカー部、野球部って身近にいるじゃないですかっていう時に、うん、ラグビーやってた、やってましたっていう人のなんかちょっと、いや、あとはちょっと不思議さは、ちょっと言うと、そのラグビーやってた人たちってあのラグビーやってた人たちとだけ繋がるのよ、いやこれは俺は本当に良くねえなと思ってて、いや、お前の言うとやっぱりラグビーやってた人でビジネスマンってやっぱ行っちゃってるから、そういう人たちとやっぱり交流をするっていうことと、その人たちがやっぱ主張してほしいね、個人でそうやって、まあ、いろんな売り出して自分をこううまく出していくためには、そういう意味ではやっぱ社員とかそういう会社のくくりがあると結構難しい部分があるっていうのは、うん、難しいくくりはあると思いますね、やっぱ社員とか、僕はやっぱ社員やってきたんで、はい、叩かれることもあったし、しましょも変えたし、なかなか難しいこともあったけど、うん、だけどでもそれの良さだとあると思うんですよね、うん、でもそういう観点からもじゃあプロ化はした方がもっと発展していくんじゃないかって、いや違う個人でちゃんとやろうぜっていうことが俺は真壁ちゃんのことだって、うんうん、いや、いろいろそんな、でもまあ今までの時代的には難しいところあったんだなと思うけど、やっぱこれからの時代はでもそう変わってくるんだなと思うんですよ、うん、仕事自体も一つに縛られない時代だと思ってるんで、うん、それに対してどういうふうに反応するかってことも大事だし、会社が全てじゃないから、うんうん、今やっぱ結構どのスポーツでもそのラグビー以外のスポーツって僕も結構よく見るんですけど、うん、それこそツイッターとか今僕見てたりするとやっぱ各スポーツ、サッカーだったら本田圭佑がいて、うん、野球だったらダルビッシュがいて、ね、SNS の発信をするなんかメインの選手みたいな、もう絶対いるんですよ。で、まあ、いやバスケは今ちょっと微妙なんですけど、うん、まあ、八村塁君とかもやっぱ結構インスタとかちゃんと更新してるしとかっていう、こういるんで、やっぱそこにこうラグビー選手が入ってほしいなっていうのがあります。でもそういう スーパースターが発信すると他の人がやりにくいっていうのはあるよね。どうなんですかね。でもそこでなんか引き上げられてるからありますよね。周りが絡んだりするんで、そこで、スーパースターなんて誰がいるんですか、スーパースターがラグビー部にラグビー界に誰がいるんですか、本当に大変ですよ、うん、ちなみにその選手たちから見たら今回 のプロ化についてのお話っていうのはなんかどうなんですか、空気感というか、うん、このままでいいんじゃないっていうのと、やっぱいやプロにみんなで行こうよみたいな雰囲気なのかとかっていうのは、あでもそのみんなの感覚は分からないけど、僕はもう武器プロになるって思ってみたいな、自分の社員だから言うのもおかしいけど、プロになった方が絶対発展があると思ってる人間なので、うん、でもさ、それさ、真壁ちゃんみたいになんか嗅覚鋭い人はその時から個人事業主で事務所を建てたりして、うん、もうそういう活動もやってるってことはあると思うんだけど、他の人たちはね、やっぱりもうルールに従ってなんぼだから、うん、プロか、いやいいよプロで、なんか年収2000万ぐらいもらえたみたいな感じだけど、怪我して、はい、引退しましたっつったらどうすんのっちゅう話だまあ、その僕もだから急に引退自体も急にね、この病気があったからなったけど、うん、でもそれはそれじゃないですか、うん、まあ、その時考えるとおかしいけど、プロだったら多分前もってそういう準備は絶対してるはずだし、するっていう感覚にもなるし、その社員じゃないんだから自分の人生に責任があるわけじゃないですか、絶対変わってくると思うんですよ、うん、でやってればスポーツ選手だからファンがいなかったら自分は成り立たないとかも気づくから、うん、だからその活動してたらそれがどん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 循環していけば絶対ラグビーというのは発展していくと思ってるんですよ、だからプロ化になれって思ってるんですよ、熱い、ね、熱い、難しいですよね、でもね本当も、うん、やっぱりあだからそういうのも、ま、なんかね、あっとくは守られるかん、ね、環境もそういうのいやだから、受け皿というかね、ね、そういうのもだからこの前話をさせていただいた人とかもやっぱりその引退した後にその道があるっていうことに安心感があるっていう選手もやっぱいらっしゃる、もちろんそうですよ ね、 すよね、いつ選手生命が終わるか分かんない、ね、しかもサッカー野球に比べていきなり来るからさ、そんな、そういう意味では確かにそういう風にね、受け皿もちゃんと用意してあげた上だったらなんかまた、まあこれもこれでいいんだよねって思う、そうですよね、安心感があれば、まあプレー、思いっきりプレーじゃないけど、そうプレーの方に持っていけるっていうから、あくまでもスポーツは自分を売る道具だから、もともとの仕事とか金を稼げる部分がないとやっぱり不安でしょうがないから、そう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 、ダンボってのもあるんだよね。海外を知っている真壁さんから見ると他の国ってどういう感じですか、プロとかそういうブラグビー会社、例えばニュージーにしたら、はい、オールブラックスっていうものになりたいっていう、はい、その気持ちのものが違う、だからそのなりたいっていうその目標ステータスが違いすぎるから、はい、比べられないんだよ、だから日本もそうなるべき、でちょっとなってきたでしょ、代表に、そう、ね、代表になりたいっていうふうになる、
です。憧れの存在になるじゃん。うん、だからそれを作ろうって言ったのがヒロさんだと。なるほど。おじゃ確かにそうですよね。だってサッカーも結局ワールドカップに出て。だから結局だって俺たちさ、J リーグの試合見てねえじゃん。なんかその定期的にあまた予選始まりましたっつったらまたこうやって集まっておいみんなで応援しようぜみたいな。でそっから女の子がなんかこの選手見たいって言ってなんか J リーグ行ったりとか。まあ、岩瀬も言いましたけど、まあ、あの頃の周りのリーダーした リーシとかもすごい悩みがあって、まあ、彼の意思を引き継いだ一人でもあるし、僕とかはそうリーダーグループしなかったんですよ、完全に。ちょっと違う、あのアウトローなとこに、アウトローの真壁慎也がかっこいいのよ。真壁慎也と伊藤昌司と大野仁っていう3人組が、酒好きで3人でビッグスリーって言われた代表の酒好きビッグスリーロックじゃねえかってリーダー陣がいてちょっとここら辺にビッグスリーがいてでも金さんも庄司も大人だから一目置かれてるわけですよ。はい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 、そこについてる手下みたいな感じ手下どんな感じなんすかミーティングみたいなのあるでしょ、はいはいはい、っていう時にこう僕は傍観するわけですよ、うん、素晴らしいこと言ってるなと思いながらだって大木さんとね伊藤昌司さんがそう言ったらねやっぱリーダー陣もあの二人は一目置かれてるからそこのグループに入れたってのはねでかいよ何の話ですかだから影響力がねそうだからいろんな話してるでしょ、はい、その傍観してると本当にこのチームって素晴らしいこと考えてるなって学んだことを今ここで話してるありがとうございますありがとうございますありがとうございますそうなのよ、だから僕の周りはね僕の唯一のいいことだよね周りに本当に素晴らしい人が恵まれたの本当に最初から最後までだ監督もそうだもん清宮さんね清宮さんねジェイミー・ジョセフだやばいよその間にもなんか屈指の例えばランニングコーチとかさいっぱいいろんな人に出会えてさ本当に恵まれたで元だったら高校の恩師ですもんねそう高校そうだからこんな性格でもねいい人たちの話をいっぱい聞いたからねそれを自分の話の陰をこうインストールして喋るっていうのがあって大事です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 だってメディアに呼ばれるようになったそうそう本当に素晴らしい人に出会ったなと思って、いやー楽しいわでもそれこそ今その話の流れでいくと、うん、まずロックの話が出たんでそれこそそのお二人が思うんですねその次の次世代のロックやっぱ真壁ちゃんの代わりはやっぱいないんだよね今多分僕の代わりはいないしいなくていい、はい、今のラグビーだと多分本人の前で言うのはあれだけど本当にステップ切らないからねもう目の前に来たらバーンボーンって当たってボーンみたいなっていう選手が今はもうそうだからヘルメが来た瞬間にやべえだと思ったそうヘルメが来た瞬間ああとこれはだけど今のロックはみんななんかねテクニックもあるんだよねだからそこが俺はやっぱり真壁ちゃんみたいな第二のなんか愚直のもうボーンみたいなもう前から見たらお前なんでそこでパスしないで当たってんのみたいなロックが真壁ちゃんだったのやっぱ減ったってことですか、そういうプレイヤーはいやもう今、みんな上手いよねしなくていいうーん流れ的にそういうプレイヤーを求められてないってことですかしてないと思う、しなくていいと思いますだけど、往年ファンからするとおい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 今パスすりゃよかったじゃんとか言っててもうガーッとか言って当たってポイント作ってる真壁ちゃんのプレイがやっぱごめん、俺は好きなのでもね、そういうロックやっぱいないみんなうまい。いや求められたのは変わったってことですか。ロックの。そう、効率を求めたら僕のプレーははっきり言ってないし、自分でもおかしいなって思うことただあったんで今まで。だけどその時に例えばトイメージね、ダニエルヒーナーがいますと、うん、山下さん、神戸の山下さんがいる。うん、要するに相手のキープレーを倒したいって思っていくことがある。うん、あでもそれは僕はそう思ってるけど、チームが果たしてそう思ってるかっていうのもあるし、そうだよね、個人的な、個人的な、試してみたいな、ね、個人的なそんなもんよりもちゃんと次にパスしろよみたいな、なあそういうのもあったんで、だけどもう真壁ちゃんもうずっと言ってたから、バーンって俺もう見ながらさ、うわまた言ったわみたいな、まあそういう感じだ。だけど俺実はその
それがその後のプレーにも効いてるって俺は思うんだけど、ただ戦略的とか戦術的にラグビーが発展してると、はい、そこはちょっと効率的に良くないよみたいな感じのプレーとか、だからそう思います。トップリーグだと、うん、それやってもその後にね、あのスペースができてアタックしてトライできて良かったなって思うんですけど、うん、やっぱサンルブス経験するとそういう自分の感情のプレーでやっちゃうと、うん、あの全然ダメだなってことが多すぎて、そうなんだ。やっぱりこうナレッジってすごい大事だな、どういうふうに局面局面を見ていくのが大事だなっていうのが分かってくるんですね。これもうロックの人たまらないんじゃないですか。いやいやいや、っていうのとフォワードがたまらないと思う。いやもう本当にだって毎日あんな辛い練習してんだよ、時々目の前にでかいって聞いてくるこいつ絶対ぶっ倒すんだけどみたいな、そう喧嘩モードになるとかを冷静になって、そこは行かずにパスしたりなんとかしてねっていうのが今のラグビーなんだけど、でも俺真壁さんみたいなロックがやっぱいないと俺ダメだと思うんだよな。これどうなの、2016年 の, そのハメットコーチとそういう話をして、こういう動きをするからこういうチャンスが生まれるっていう話をしたんですけど、だからスーパーラグビー入ってその動きっていうのをもっと考えることを、その感情論とかその自分のグラウンドでの目線のね、スペースを見るとかそういうんじゃなくて、もっとこの先を先を考えてるのハメットコーチとすごく話してやったんだけど、そうなってくるとあの僕はあのついていけなかった現実なんですよね。プレースタイルが要はだから求められた、あと感情だよ。いやいや、まあ、分かるけど、あとぶっちゃけ言うとやっぱりレベルが達してなかったんですよ、本当に自分で。そう、だから要するにその日本国内だとそれで成り立ってたからすごいように見えた、自分も抜けてたしいいなと思ったけど、ちょっとレベルが上がった瞬間に一気に底辺だったんですね。だからそこで成長しないといけなかったんだけど、もがいたんだけどできなくて、だけど日本代表に呼ばれるじゃん、呼ばれてやるけど、なんつうんだろう、要するに自分がハマってないっていうのは分かってて、もどかしくて難しかったですね。すごい高いレベルだ。意外とラグビーって頭めっちゃ使うなと思った、特にロック陣、フォワード陣、ね、結局そのまあ時代で求めるものが変わってきたっていう中で、じゃあ次世代 の, そのご注目する、うん、具体的な選手名っていますか、うん、なんか未来次世代って言うとまた変わるんだけど、うん、それちょっとおかしいかなと思うんだけど、僕的にロックやってほしいのは姫野とビンビになる。ヒュー選手とウィンピ選手にロックポジションを持ってもらうんですか、うん、そう、僕が行った時に2017年のフランス大会、フランスの試合の時に彼らがロックだと、はい、身長関係ない、要するにそのスピードと、はい、要するにリアクションと動きで、はい、背の高い選手に勝てるロック、わこれって日本のスタイルだなって思った、そのスタイルを見てと、うん、これはもう次ね、うん、僕その時までは正直金ちゃんとか伊藤翔司、ルーク・トンプソンと思ってたけど、あ、新しい形はこういう感じだなって思って感銘を受けた記憶がある。へー、だから僕はそのフランスの試合の時は本当に頑張った、うん、僕の中で結構ベストに近い、ベスト3に入るぐらい気持ちが良かった試合、同点だったけどね、気持ちが入った試合、うん、15年終わってから結構気持ち入らなかったんだけど、そのフランスの時はすごい入った。やっぱ負けだし、うん、同点で初めて涙流したし、うん、あれの試合は僕の中ではいろんなこともあったんですよ。ジェイミーでも喧嘩もあったし、うん、チーム内でもそういういろんなことあったし、うん、新しいロックも見れたから、うん、すごく印象深い試合がフランス、まさかね、もと今いやでもすごい姫野とビッピーがロックっていうのはさすがだね。俺もなんかそれ聞いて分かるなって思っちゃった、あの一ファンとしては分かる分かる、好きなのあの二人が。で次世代っていうと帝京の秋山君、まあ、まだまだと思ってるけど、いやでもさあれね、あの本当に連覇のプレッシャーで負けちゃったんだけど、秋山君トヨタに入ってすごい良くなったよねと思いますし、やっぱキャプテンやったっていうのがやっぱりその責任感が、ね、大事なポジションなの、もう本当に根の部分で責任を感じたら多分ロックはできないと思う。いやいやもう本当に、いや
わかる。ちょっとあの秋山君の話はちょっと涙出そうになるぐらい、彼はすごい。あとはね、まあ、個人的に、まあ、キャラがうざいんだけど、はい、山入った桑野君とかね。あちょっとキャラがうざいんだよ。わかるわかる。カメさん、カメさんって感じなんだけど。すげえわかる。だけどラグビーだけ見たら、ああいい選手だなって思う。いい選手だと思う。なるほど。ちょっとこうまあいろいろねまだ聞きたいことたくさんあるんですけど、最後のトピックスとして。まあ、せっかくラグビー業界について話したなんですけど、そのファンについてちょっとお聞きしたいなと、やっぱいろんなファンがいると思うんですけど、どんなファンが来てくれると嬉しいとか、ちょっとこういうファンはちょっと嫌だなとか、なんかそういうファンに対してのこういうファン、ファンに関しては何もないと、楽しんでくれたらいいだけ、本当にそう思います僕は。ヤジ飛ばそうが、楽しく笑おうが、もうコスプレしようが、何でもいい。だってそれはもうファンで見るスタイルってフリーじゃないですか。サッカーとか野球とは違うんで、例えばチームだからこっちに来いとかないから自由にしてもらって、それがラグビーのいいところだと思うんで。確かにでもサッカーとかホームアンドアウェーとかでもなんか相当で固まってドローとかってある。ラグビーってやっぱそういうのは別に、ラグビーのいいところはもちろんノーサイドだし、酒飲むけど飲むけど暴れるわけじゃなくて、酒飲んでただ気持ちがね、気持ちよくなって、もうノーサイドというか敵味方関係なく、人間として楽しめるっていうスポーツがラグビーのいいところなんで、まあ、泥酔とかしないでね、酒飲んでもいいけど、楽しく自由なスタイルでやってくれたら僕は何でもいいと思ってるんで。よくまあなんだろう、その僕らも会場に実際足を運んでったんで、やっぱたまにこうヤジがすごい人もやっぱ中にはいたけど、別にそれもウェルカムみたいな。でもそれを見て嫌だなって思う人は多分間違いなくいると思うんですよ。なんで、まあ、それを気づいてくれたらいいなと思うけど、でも愛がなかったらそのヤジは出ないと思います。まあそうだね、愛がなかったら本気で応援しているからざけんなよとか、なんかそんな感じで。そうなんで、まあその時と場合にもよると思うんだけど、僕は嫌いではない。まあ、逆になんか新しいファンもそういう人たちのやっぱなんか理解し合うとか、なんかそんなのがあるかなって思いますね。ラグビーのいいとこは自由ですよ。あ、何もルールがない、楽しむっていうところだと思う。あ、だからそういう意味ではなんかその海外の試合行くとお祭りみたいな雰囲気があるってこと。お祭りもあるし、敵味方関係ないですからね。本当に考えたらラグビーのワールドカップでいいなと思うところは、本当にこうサイドがない、みんなガチャガチャに混ざって、なんなら日本対縄だけどイングランドのジャージ着てるとかね、いるじゃないですか。だから僕は縄に勝った試合の時の写真パッて見るといるんですよ、全然違う国旗の服着てるからお前何しに来たんだって思うけど、でもそれも OK っていうのがラグビーのいいとこかなって思って。いいねー、いいっすねー。だったらもうワイワイしたい人が集まる場みたいな感じでね、試合見て。逆になんかこう日本、言い方悪いけど日本のちょっとどうかなと思うところは、みんなが静かに見ちゃうところがあるじゃないですか。大学ラグビーとか、あそこを例えば俺もいつも思うんですよ、見ながら、あの硬い人たちの真ん中にトンガ人ぶち込みたいなみたいな感じで陽気で歌ってくれないかなとか思っちゃうじゃん。あ、そうなんだ。その感覚はちょっとまだ分かんないですね、僕らも。いや、なんか分かるな。スポーツっすよ、はい、楽しくなかったらやる必要ないんだ。エンターテインメントだ、エンターテインメント。選手もそう、楽しくなかったらやる必要ないんだから、なくたっていいスポーツだから、スポーツなんて。そういう意味では確かにちょっと真面目なのかな。真面目やっぱ見てて、だって別に僕らの周りでね。いや、だからいろんなそのトップリーグの人たちが面白おかしく、はい、あのラグビーってこんないいんだよっていうのを発信してるのも、まあ、それは分からなくはないよね。真面目ファンもね、だからその見方が分かんないっていうのが多分多いんでしょうね。そうっすね。自由っすよ、だって正解ないんだから。自由に見たらいいっすよ、正解なんかないよ、正解探しないで。本当にそれはでもね、にわかとしては嬉しいですよね。嬉しいですね、にわかはね、どんどんこう、ルールなくていいんだって思いますからね。ということで、どうしようなんだ。はい、ここでじゃあ一旦仕切りでいいと、じゃあ最後この画面に向かって、いつもどおりレッツラグビーで締めさせていただきます。はい、はい、今後のラグビーの発展を祝しましてせーの、レッツラグビー。試合の後にももう一試合あるみたいな、なんで必ず負けるんですけど伸びは強かった。
右手で飲んだらバッファローって言います。飲んだ次の日は罪悪感で頑張れっていう。ウイスキーはちょっと勉強すると美味しいです。僕は個人的に知識の酒だと思ってるんですよ。それが打って変わってすごく飲みやすくて、どっちかというとこうフルーティーとかアオリングとか洋梨のような香りがするように、12年、15年、18年でもうもはや作り方が違う、違う商品なんかちょっと大人の世界に入ってきた感じですね。完全に大人の世界、はい。